皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は香港の路面電車トラムに乗って香港の街並みを楽しみます。タイトルは全面展望香港トラム、ケネディタウンからワンチャイトナキーロード。路面電車の2階の最前面に陣取り、西の終点ケネディタウンから中心商業地ワンチャイのトナキーロードまで街を楽しみます。ハローオールオーバーザワールド。Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. This time, I'm going to ride the Hong Kong tram and enjoy the cityscape. The title of this video is Front View, Hong Kong Tram from Kennedy Town to Wan Chai, Tanaki Road. I'm going to ride the Hong Kong tram at the front of the second floor, enjoy the view from Western Terminus Kennedy Town to Wan Chai Commercial Area, Tanaki Road. Let's enjoy the video. Thank you.はい、ということでですね、前回の動画でこの路面電車に乗りまして、セントラル、中心街のセントラルから、この一番西の端っこの、終点ですね、ケネディタウンまでやってきております。今回はですね、この今いる西の一番終点、西の端のこのケネディタウンというところにいるんですが、このケネディタウンからですね、来た道をちょっと戻っていって、まずセントラルまで戻っていきます。そしてセントラルでまで戻ってですね、そこをさらに通り過ぎてですね、島の中心部の方に行きます。島の中心部の方に行きますと、これはワンチャイという商業地になるんですかね、商業地のエリアがありまして、これはセントラルはどちらかというとこのビジネス街といった雰囲気になっているんですが、このワンチャイのエリアはですね、商業地の中心地といった感じになっておりまして、このワンチャイの商業地のエリアのトナキーロードといった停留場がありますので、このトナキーロードまで香港トラムのこの2階の全面展望から、この街並みを見ながら進んでいきたいと思います。Google マップで今回の経路を確認したいと思います。まず出発地点は、前回到着しました、路面電車の西の終点ケネディタウン、こちらから出発をしていきます。ケネディタウンですね。そして目的地はですね、トナキーロードと言いまして、これはワンチャイ商業地の中心地、ワンチャイのエリアとなります。はい、トラムで進んでいくと約46分ぐらいとなっております。この、西のケネディタウンのエリアから路面電車でずっと進んでいきまして、セントラルのエリアを通り過ぎて商業地の中心、ワンチャイのトナキーロードまで行きたいと思います。今回は本当に商業の中心地ということで、香港島で一番賑やかなところを通ります。はい、ということで、香港の2階建ての路面電車、これトラムっていうんですが、トラムはですね、これ香港島の一番西の端の終点、ケネディタウンの、ターミナル駅になるんでしょうかね、ターミナル駅を出発したところです。それで香港のトラムというのは香港島があって、先ほどちょっと地図でも確認したんですが、香港の島があって、その北側の海岸沿いに、線路がですね、一直線に東西に引かれている路線となります。で、今回はこの西の端の終点のケネディタウンからですね、中心の、これはビジネスの中心、センタービジネスディストリクトとなるんでしょうかね、このセントラルのエリアを、通りまして、さらに中心街、これは商業の中心街、これワンチャイといったエリアがあるんですが、このワンチャイのエリアに向けて路面電車は進んでいくこととなります。路面電車はケネディタウンの駅を出ますと、隣の駅ノースストリートの駅まで来ております。この辺りも結構ですね、商業飲食店、それから小売店、飲食店、小売店、それからサークル系が見えますね。こういったお店がたくさんあるエリアとなっております。結構ですね、栄えているエリアではないかというふうに思われます。はい、路面電車はですね、ちょっと急なカーブを曲がっていくところなんですが、これなかなかいいですよね。なんて言うんだろう、この鉄と鉄がきしむ音っていうんでしょうかね、レールとそれから鉄の車輪、これがカーブを曲線曲がるときにですね、やはりちょっとなんて言うんだろう、摩擦というか、ちょっと曲線を曲がるっていうことはちょっと無理がかかると思うんですよね。それで、その、摩擦の擦れる音で、ああいった鉄と鉄が擦れるような、鉄道独特の、走行音がするといった感じです。こういったところもちょっと楽しんでいきましょう。
はい、ということで列車はですね、ホーランドストリートっていう停留所に到着をしております。これ左の方を見ますと公園になっております。で、公園なんですが、この公園をですね、さらに通り抜けていくと海に出ます。それで、この海の海岸線のところに行きますとですね、遊歩道が設置されてるんですね。これベルチャーベイプロムナードっていうんですかね、ベルチャーベイプロムナード、こういった、遊歩道が設置されておりまして、ここから行くことができます。で、香港に来ましてから、プロムナード、遊歩道というのは結構たくさんあるなって思ってまして、これ要は香港って島ですから海岸にありますよね。それで結構海岸沿いにですね、遊歩道が設置されているエリアがあるようです。はい、そしてこの路面電車の一番西の、橋のエリア、まあ、ケネディタウンが中心となるエリアなんですが、この辺り結構商業施設といいますか、その小売業、飲食店結構たくさんありますよね。この辺り栄えているんですが、これなんでかっていうと、このケネディタウンの駅からちょっと海の方に行くとですね、どうやらこの香港の香港島のコンテナ港があるそうです。ということで、コンテナの積み下ろしをする、港があるということで、そういった点でも、こちらの西の橋のエリア、結構人が集まってきてお店とかがたくさんあるといった感じで栄えているようです。はい、それともう一つはですね、こちら、西の方に向かってくるときにもちょっとお話ししたんですが、この、付近からですね、ちょっと東の方にですね、道を歩いて山の方に行くとですね、香港大学があると、大学があるっていうことですね。ということで、学生街といった側面もあるのだと思われます。画面前方を見ると左に分岐をする路線が見えてきました。こちらですね、結構分岐が、2本レールが左に、曲がっていて、そして2本合流してくる路線があるんですが、実はこの路線何かっていうと、ちょっと探してみたんですが、どうやらこの路線はですね、今左に曲がっていく路線というのは営業路線ではないようです。で、これ Google マップでこの、先ほど左に曲がっていった路線はどこに通じているのかっていうのをちょっと調べてみますと、どうやら海の方へ行ってですね、電車の車庫に通じているっていうことが分かりました。そしてその電車の車庫の付近にですね、建物があってですね、そこに書いてあるのが香港電車有限公司、香港トラムウェイズリミテッドと書いてあります。日本語で言うと香港路面電車株式会社といった感じになるようで、ここがですね、左の方に行くと香港の路面電車の会社の本社ビルがあるエリアといったことが分かりました。はい、画面を見るとまた、左の方にこのぐるっと曲がっていく路線があるんですが、これは営業路線ですよね。来るとき、こちらに向かってくるときにちょっとぐるっと回ってきました。この駅はですね、セクトン追随ステーションと言いまして、この駅でですね、ぐるっと列車、路面電車がぐるっと一回転することによって向きを変えて、U ターンをする駅といった感じになっております。セクトン追随ステーションといった駅です。はい、ということでですね、香港路面電車の本社ビルの横を抜けてですね、セクトン追随ステーションという、折り返しの、路線がある、列車が折り返す駅を、通過しますと、やっぱり折り返しの設備があるということで、こっから先っていうのは列車の本数が増えていくわけなんですね。で、ちょっと画面を見てわかるように、西の外れのケネディタウンのエリア、付近と比べるとですね、ちょっと近代化された、近代的なお店が増えてきた感じがしますよね。それと歩いている人の数もですね、ちょっと増えてきた感じがします。ということで、だんだんと西の端からですね、町の方に進んでいきますと、このようにですね、町並みもちょっとずつ変化してくるといったことがわかります。まあ、それで、ですね、ウェブサイトからですね、これ最近 Google でも検索ができるんですが、地図上からホテル、泊まるホテルっていうのが、金額が表示されて選択できるようになってるんですが、それを見るとですね、やはり、ケネディタウン、西の、香港島の西の端っこの方のケネディタウンのエリアまで行くとですね、結構ホテル、なんかそこそこ設備のいいホテルでもお安いホテルっていうのは結構ありますので、観光で時間がある状態で香港に遊びに来られる方はですね、西の端のケネディタウンの付近のエリアのホテルに泊まってみるっていうのも、コスパを追求するっていう点では一つありではないかというふうに思われます。はい、それで Google マップとかでですね、この香港のホテルをちょっといろいろ見ている時に気づいたんですけど、なんかですね、香港って○○○酒店って書いたお店がたくさんあるんですよ。○○○酒店、酒屋がたくさんあるんかな、
最初思ってたんですけど、ちょっと違うようで、酒屋じゃない、じゃあ何だろう、何だろう、バーとか、なんていうんだろう、パブとかがたくさんあるんかなと思ったんですけど、そうでもないようですね。でよく調べたら、この、香港、まあ中国でもそうなんかもしれませんが、〇〇〇酒店っていうふうに書いてある、酒店っていうのはどういう意味かっていうと、実はホテルのことだったんですね。酒店っていうのはホテルのことだったんですよ。まあということで、私はあの中国語全然わからないので、まあこういった感じになってしまうんですけど、まあ中国語がわかる方からしたらね、まあ何言ってんだっていう感じになるかもしれないですけど、まあそういったことで酒店、中国の、まあ地図とかでですね、酒店って書いてあったらホテルのことだっていうことを覚えておくといいのではないかと思います。はい、路面電車はさらに東に向けて進んでいきます。それであのこのエリアもですね、実は海岸線沿いに走っているんですが、ちょっとこちらから海は見えないんですが、左の方に道を進んでいくとですね、海岸線に出ることができます。そしてそのエリアにはですね、延々とですね、遊歩道が続いている、プロムナードがたくさんあるといった感じになっているようです。ということで、香港のエリア、路面電車の観光、これあの街中を観光するっていうのも非常に面白いんですが、海側をですね、ずっと海沿いにプロムナードを歩いてみるっていうのも一つ、ありなんではないかっていうふうに思われます。でどうやらやっぱりあのこの路面電車の沿線っていうのは昔からある、まあ歴史のある、エリアということで、まあ建物、ビルとかも結構歴史のある建物が多いんですが、海側のプロムナードの方に行くとですね、どうやら結構近代的なビルが建っていて、漢字で言うとですね、どうなの、日本で言うと東京のお台場のデックスっていうんですよね、あの辺りと似た雰囲気の商業施設などがあるようです。ちょっとあのまた時間が あったらですね、そちらの海側のエリアもですね、散策してみたいなっていうふうに思います。ちょっと今回はですね、時間の都合でなかなか行けませんでしたので、また機会があるときにちょっと行ってみたいなっていうふうに思っております。はい、前方にですね、結構高いビルが、見えてきました。結構カラフルな高いビルですね。これなんか秋葉原の電気街にありそうな、ビルがあります。これ路面電車は現在スーザーランドストリートといった停留所に、まあ停車するところなんですが、この前方に見えるビル、これ商業関係のビルではなくて、実はこれ書いてあるようにホテル、イビスホテルって書いてあるんですね。イビスホテルっていう、これホテルのビルとなっております。非常にカラフルなビルで、なんか秋葉原の電気街にあるようなですね、ビルとなっております。で実はこのホテルですね、ちょっとあの今ちらっとですね、 Google マップを見るとですね、1泊34,336円ということで、1泊3万5千円台か、3万5千円ぐらいの、ビルということで、結構なですね、まあ高級なホテルといった感じになっているようです。まあホテルとしては日本ではあまり見かけないようなビルのデザイン、結構カラフルな派手な作りの、ビルのホテルとなっております。はい、路面電車はですね、ちょっと海側に、海側の、通りにですね、出てきているところです。で、ちょっとあの画面前方左側に、ちょっと近代的なおしゃれなビルが見えますが、実はこのビルがですね、香港からマカオへ行くフェリーが出ている、フェリーターミナルのビルといった感じになっております。はい、香港マカオフェリーのエリアを出ますとですね、ウエスタンマーケットのエリア、ちょっとこの路線図、出していますが、ちょっと複雑に入り組んだところに行きます。これどうやって進むのかっていうのをちょっと、確認しましょう。矢印は前回セントラルの側から、西のケネディタウンに向けて進んだ時の矢印となっております。この辺りで、香港マカオフェリーの、停留所に抜けていく、路線となります。今回はこの逆です。香港マカオフェリーの、まあ、この辺り、この辺りから、進入しまして、この路線を通って、東側、セントラルの方に向けて抜けていくというのが今回の経路です。はい、それでは動画を見てみましょう。右側に見える建物がですね、ウエスタンマーケット。右から、線路が来てますよね。今回はここをまっすぐ抜けていきます。まっすぐ抜けていくと。そして、ずっとまっすぐ行きますとですね、また、こちらで、この付近でですね、右に曲がっていくんですが、2本路線がありまして、まあ、右側の路線がですね、もう一回ぐるっと回って、ウエスタンマーケットの方に抜けていく路線で、左側の路線に入ります。こちらの路線に入るとですね、まあ交差点のところで左側に回るようになっておりまして、こちらから左に曲がってですね、まあ香港の香港島の中心街のセントラルの方に抜けていく、東側に抜けていく、路線となります。
はい、このようにウエスタンマーケットの付近はですね、路面電車で通過するとですね、西へ進む路面電車と東へ進む路面電車が違う路線を通るといった感じになって、ちょっと路線が複雑になっていて結構面白いですよね。はい、そしてですね、このエリア、ウエスタンマーケットのエリアではですね、路面電車が折り返しをする運用の列車がありますので、そういった形でああいった複雑な路線になっておりまして、路面電車がずっとぐるっと一周をしてきて U ターンできるように、路線が作られているといった感じになっているわけです。はい、ということで路面電車終点のですね、西の端のですね、ケネディタウンから出発しまして、次にですね、この香港路面電車株式会社の本社ビルのあるシェクトン追随ステーションという折り返しの設備のある駅、ここを通過して、そうすると折り返しの設備がある駅を通過すると本数が増えるということで、要は街中に入って需要が多いということなんで、街中に入ってきたということがわかるんですが、さらにもう一個ですね、ウエスタンマーケットっていう駅でですね、さらにもう一個折り返し設備があるということで、さらに街中に入ってきて、さらに需要の多いエリアに入ってきたっていうことがわかります。ということで、この街並みもですね、ちょっと都会っぽくなってきましたよね。この付近まで来るとですね、この2階建ての路面電車だけではなくてですね、2階建ての、バスが走っているのが目につきます。香港の中心街セントラルのエリアに近づいてきたっていうことがわかります。前方を見ますとですね、高い高層ビルの中にですね、横に白いですね、渡り廊下が見えますが、この渡り廊下っていうのがですね、このシリーズのちょっと前の動画で世界一長いエスカレーターの一番頂上まで行ってみたらこうなるっていうような、そういった動画をご紹介しているんですが、その時のエスカレーターに続く渡り廊下となっております。これを画面の右側に向けて渡り廊下をずっと進んでいくとですね、ちょっと広場があるところがありまして、ドン・キホーテが1階にあるんですが、だからドン・キホーテの横の広場ということで、私は勝手に香港のドン横って呼んでるんですが、ドン・キの横ですね、ドン横、そのドン横の付近から世界一長いエスカレーターがずっと上の方に続いているといった感じになります。はい、ということでセントラルの中心街付近に戻ってきました。この辺り、私も香港に来てから、何度となく、街歩きでこのセントラルの付近は歩いていますので、もうすでに懐かしい雰囲気すらします。もう何回も来ているところです。香港の中心街、おそらくこれ商業地の中心街でもあると思うんですが、高い高層ビル、銀行ですとか、会社の高い高層ビルがありまして、セントラルビジネスディストリクトといった雰囲気のある香港の中心街セントラルのエリアに戻ってきました。はい、香港セントラルの路面電車の停留所の駅名はですね、ペダストリートと言います。はい、ということで香港路面電車の旅、このペダストリート、この香港セントラルの、ペダストリートの停留所からですね、最初西へ向けて終点のケネディタウンまで行きました。そして今回ケネディタウンから再び、東へ向けてこのセントラルのペダストリートの駅まで戻ってきたところです。皆様いかがでしたでしょうか。私個人的には単純に西の一番端まで行って往復して帰ってきただけなんですが、これ単純にですね、行きとそれから帰り、見える風景というのがこれ路面電車の2階の前面展望で今見てるんですが、行きの風景とそれから帰りの風景、同じエリアを通っているだけなんですが、全然見え方が違うなということで、できればですね、香港に来られて観光される方はですね、往復、この、路面電車観光で路面電車往復乗ってみるといいのではないかというふうに個人的には思います。はい、それでは香港セントラルを抜けていって香港島の、ワンチャイといった商業の中心のエリアに行ってみたいと思います。これ右側、すごい人がいますよね。なんかイベントやってるんでしょうか。香港上海銀行の本社ビルの付近です。で、左側を見るとですね、これ停留所があるんですが、その横にですね、歴史のある建物があります。これバンクストリートといった今停留所なんですが、そのすぐ横にですね、歴史のある、建物があります。この建物が、香港の、最高裁判所、最高裁の建物となっております。で、以前の動画で、ビクトリアピークへ行ってピークトラムという山岳鉄道に乗っているんですが、今タクシーが降りてきた道、この道ですね、この道をずっと山の方に登っていくと、そのピークトラムの駅があります。この駅を進んでいくとピークトラムとなります。
ですので、このピークトラムに乗りたい方はですね、1個手前、バンクストリートですね、バンクストリートの駅、香港上海銀行の本社と、それから香港の最高裁の建物がある駅、停留所ですね、あるいはその隣の、現在この路面電車が到着している駅、マリーロードという駅なんでしょうかね、マリーロードという駅、こちらから、ちょっと降りてですね、もうちょっと戻って登っていくと、ピークトラムの乗り場のある駅のところに到達するといったことになります。はい、香港の路面電車は、香港島の中心部、東へ向けて香港島の中心部へ向けて、進んでいくところです。本当にですね、この辺り高層ビル、超高層ビルですね、超高層ビルが多くって、本当にあの近未来的な大都市といったイメージのあるエリアを進んでいきます。この辺りはですね、真ん中に、道路の真ん中にですね、路面電車の線路が通っているんですが、左右が車道になっておりまして、この車道が結構幅の広い車道となっておりまして、結構広々としたイメージのあるエリアとなっております。そしてあの超高層ビルもですね、セントラルのエリアからちょっと隣に行ったところなんですが、まだまだすごいたくさんですね、超高層ビルがありまして、これもひょっとしたらオフィス街、オフィスのビルですとか、あとはホテルになるんでしょうかね。マンションみたいな住居はまだそれほど見えてないですよね。ですのでこの辺りは、まだ、ビジネス街といった様相がありまして、このセントラルのセンタービジネスディストリクト CBD ですね、この辺りから、ちょっと、東側に来たエリア、このエリアも、ビジネス街がずっと続いているといった感じになっているようです。いや、それにしてもこの香港の2階建ての路面電車トラムなんですが、これは本当に観光で利用するっていうのは非常にいいですよね。やはり2階から、街並みが見えるっていうことで、初めて来た時にですね、観光でこの香港の街並みを一通り見学してみるっていう感じでですね、この2階建てのトラム使ってみるといいのではないかというふうに思います。日本の都市観光を考えてみると、東京と大阪は環状線、山手線とか環状線が走ってますよね。であれがですね、2階建てではないんですけど、高架橋を走っているので、それで山手線とか、あとは大阪環状線をぐるっと一通り乗って回るとですね、東京ですとか大阪の街並みが見学できるといった形になっています。残念ながら名古屋はですね、地下鉄が環状線になっておりまして、地下鉄からはちょっと観光ができないので、なんか別の手段を考えてみるっていう、手も必要になってくるかもしれません。あと広島なんかに行くと路面電車ありますよね。あれも2階建てにするともうちょっと、観光がしやすいのかもしれません。ただ現行の路面電車の設備だと、ちょっと架線の位置とかを上に上げたりして改良をしなければいけないので、ある程度の予算とそれから投資は必要となってきます。そういう投資に見合うっていう感じであればですね、そういった改良をしてみるっていうのも手ではないかというふうに思われます。はい、路面電車はちょっと右斜め方向の道に入っていきました。駅がですね、フェンウィックストリートって書いてあります。これ、漢字で雰囲気街って書いてあるんですね。雰囲気街、それを当て字にしたんでしょうか。フェンウィック、雰囲気、フェンウィックストリートといった形でフェンウィックストリートといった停留所に来ております。こんな感じでダジャレみたいな形で、おそらく一個一個その、漢字とそれから、英語の名前を別々につけると、結構つける方も大変なので、そのまま、漢字の読みをですね、そのまま発音でその通り英語で表しているといった地名が多いのかもしれません。はい、それで路面電車はこの斜めの道に入ってフェンウィックストリートの、停留所を通過しているんですが、このエリア、斜めの、道のエリアに入ってくると、実はこのエリアが香港の香港島の商業の中心地のエリア、ワンチャイのエリアとなります。でちょっと見た感じなんですが、いかがでしょうか。なんか個人的にはですね、私香港について最初、セントラルのエリア、それからチムサーチョイのエリア、あの辺りがですね、香港の中心街かなっていうふうに思って、街歩きをしてみたんですが、実はこのワンチャイのエリア、商業の中心街、ワンチャイのエリア、こちらのエリアの方が人通りも多くって、なんか、栄えてるような感じがしますよね。でワンチャイというエリアは、これ結構私の動画シリーズで何回も出てきているんですが、ワンチャイというのは、チムサーチョイからチムサーチョイプロムナードを歩いて港があって、スターフェリーといった船の乗り場がありましたよね。
そのスターフェリーに乗って行く行き先が、一つがセントラルの港、そしてもう一つがこのワンチャイの港へ行く船がありましたよね。ということで、その時に出てきたのがワンチャイといったエリアです。こちらすごい人ですよね。あ、これやっぱりちょっと今までちょっと私は考えていた中心街のちょっとイメージが変わりましたね。おそらくセントラルはビジネスの中心街、それから対岸側の中心街がチムサーチョイ、そしてやはりこの香港島の香港の商業の中心エリアっていうのはこの辺り、このワンチャイのエリア、この辺りが商業の中心地のようですよね。いや、これすごい人ですよね。これすごい繁華街です。街並み、これ商業施設、飲食店や、小売店、むちゃくちゃたくさんあります。人もたくさんいます。すごい繁華街です。まるでこのニューヨークの、マンハッタンの、タイムズスクエア、あの辺りにいる雰囲気すらあります。いや、ちょっとこの路面電車乗ってちょっと発見しました。おそらくこれ香港と香港の中心商業エリアはこの辺り、ワンチャイのエリア、この辺りが香港の商業の中心地、まあ、一番中心街ではないかというふうに思われます。やっぱり来てみないとわからないですよね。路面電車に乗って、このエリア、ワンチャイのエリアまで来て初めて分かりました。おそらくこのエリアが香港の商業の中心エリアといったことになるのだと思われます。いやー、すごいですね。本当にこの本当に超高層ビルのある繁華街中心エリア、人もたくさん行き交っています。まあ、本当に繁華街といった感じなんですが、こういったエリアをですね、この路面電車、2階建ての路面電車が走っているエリアっていうのは、これ世界中他を探してもどこにもないんではないかと思われます。まさしく、これが香港、これが香港の街並み、これが香港の商業エリア、これが香港の繁華街中心街だといった感じとなります。はい、路面電車はですね、フレーミングロード、これはですね、ワンチャイのエリアの真ん中のあたりにある駅になるんですが、この駅を出発しまして、今回の最終目的停留所、これはですね、トナキーロードといった、駅となるんですが、こちらに向けて進んでいくところです。いや、結構本当に街ですよね。この路面電車の沿線に、商業施設がたくさんあります。そして、人通りもたくさんあります。はい、路面電車は一旦ですね、この大通りから斜めの道に入ってぐるっと回ってきたんですが、また、大通りに戻ってきました。これですね、この通りはですね、ヘネシーロードといった名前の、大通りとなるようです。はい、こちらの道に合流しますと、トナキーロードといった停留所に到着します。今回の目的地、トナキーロードです。おそらくこのワンチャイのエリアでも、かなり中心街にある駅だと思われます。本当にすごい商業地ですよね。はい、ということで今回はここまでですが、次回もこの路面電車の旅、引き続き路面電車、乗って旅を続けていきたいと思います。 Thank you for watching the Vega Traveler channelCould you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.